富山市立富山ガラス造形研究所は、富山県富山市西区内屋に所在するガラス造形作家を養成する全国初唯一の公立のグラスアート専門学校である。富山の売役で知られる製薬産業の歴史を持つ富山市では明治以降、薬のガラス瓶工場が相次ぎ創業した。太平洋戦争後に廃れたガラス産業を再興しようと、 富山市は1985年9月に富山市民大学ガラス工芸コースを開設。その後、ガラスの町と山の町づくりを目指すにあたり、プロのガラス造形作家養成目的に、1991年4月、全国唯一の公立ガラス造形作家養成専門機関として、西金谷、古沢地区に富山市立と山ガラス造形研究所を開設した。 設置学科は、開設時に設置された造形科と、後に設置された研究科がある。本校舎は11,853平方メートルの敷地に1,727平方メートルの鉄筋コンクリート作り平屋建てで、1990年7月に着工、翌1991年3月の完成予定だったが、完成が2ヶ月遅れ。 同年4月12日の造形会帰制の入学式までには間に合わず、入学式は富山市民プラザで行われた。その後にヶ月遅れで完成し、同年6月12日に開校記念式が行われた。そのため校舎が完成するまでは授業は芝園中学校校舎を借り受け行われることとなった。ため設備がすべて整わず、一部授業は特別カリキュラムとなった。 1993年4月、造形科第一期生が卒業するにあたり、より高度な技術を学べる研究科を設置。それに伴い、本校舎北側の敷地に新たに約567平方メートル平屋建ての研究科棟を建設した。なお、1994年4月1日には、同研究所の隣接地に研究所の卒業生や、 ガラス作家に制作の場を提供し、それら作家たちの作品の展示販売、ガラス制作の見学や制作体験、イベントを通して、地場産業の一つとして、定着とガラス工芸の理解を深めることを目指し、富山ガラス工房を開設。2015年8月には、中心市街地に富山市ガラス美術館が開館している。高校卒業生か、 それと同等以上の学力がある人が入学対象。卒業時にはガラス造形専門誌を取得可能である。同研究所造形科卒業生か、それと同等以上の知識や技量のある人が入学対象。卒業時にはガラス造形研究専門誌を取得可能である。サポート制度日本国内のみならず、世界各国のプロのガラス造形作家でもある。 日本国内のガラス工房、海外のガラス工房への就職、個人で独立して工房開設、ガラスや美術系の教育機関への就職や進学などプロの作家として活動。ありがとうございます。